動画をご覧の皆さん、こんにちは。橋本市保健福祉センター生き生きルームの小西健太郎です。今回の橋トレは膝立て腕立て伏せ、腕と胸のトレーニングです。動画の中でトレーニングの姿勢について触れていくシーンがあります。気をつけられるところだけで大丈夫。筋力がついてくるとトレーニングの姿勢は勝手にきれいに整っていきます。トレーニングにはまずやってみる、その気持ちがとても大切になってきます。では早速行ってみましょう。それではやり方説明していきます。まず四つん這いになりましょう。四つん這いになったら肘を曲げて上半身を落としていきます。上半身を落としていく時のポイントですが、足が後ろについてるとお尻が後ろに逃げてしまって筋トレにならないということがあるので、つま先を上げておきましょう。顎を床にくっつけに行くというよりは、胸、鎖骨をこの手のひらの間にくっつけに行くような感覚です。体重をしっかり前に持っていって、ギュッ、上半身を下ろしましょう。この形で戻っていきます。これを10回かける3セットやってみましょう。それでは10回頑張りましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。お疲れ様でした。30秒から1分の休憩を挟んでおきましょう。また手首が痛い人は両手を組んでぐるぐるぐる回すストレッチをしておいてください。さあ、それでは2セット目頑張りましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。また30秒から1分の休憩を挟んでおきましょう。手首を回すストレッチ、これも忘れないようにしましょう。それでは最後の10回頑張りましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。水分補給忘れないようにしてください。トレーニングお疲れ様でした。動かした筋肉の喜ぶ声が聞こえますね。筋トレをすると動作が楽になったり、姿勢が良くなったり、血流が良くなって心まですっきりします。今日からあなたもレッツ橋トレ。また次の動画でお会いしましょう。